ですね、こちらなんですよ。こちらね、ホームのレプリカショーツなんです。ですね、わらびずのショーツですね、はい。非常にですね、軽い。テロテロしている感じ。だけど、これは、ぶっちゃけ大学生のことが好きで、うん、見てこれ。紐の先っぽがくるこの、はいはい、こういうとこおしゃれでいいじゃないですか。これあのいつもでサイズ S 入ってますけど、海外サイズになってるんで気をつけてくださいね、はい。もう私のためにあるようなサイズなんですが、菅平とはいえですよ、はい、これじゃちょっと歩けないな。でこれね、なんかよくこの下の方がこう色が張ってるでしょ、はいはい、素材が切り替わってるんですよ、ここ下で。でちょっと深い色に見える。はいはいはい。で、ここはプリントです。はい、こっちもプリントです、はい。で、ちょっとやっぱ柔らかくて伸びる生地なんですよ、ちょっと。はい。縦に伸びながら、伸びねえな。ここは伸びるな。あ、なるほど。ここは伸びそうで伸びないんだ。うん、で、こっちが伸びるんだ。はいはい。だからこう履き心地がいいんだ。ちょっとラグビーショットとしてはかなりクオリティの高いパンツになってますね、はい、で、ポリと、まあ、ちょっとそのエラスティックって伸びる素材ですよね、はい、問題はですよ、カラーですよね。このカラー何ですか？ベルベットパインですね。ベルベットパインですか、はい、違うんです。え、ここが落とし穴なんですよ、はい、今回ワラビーズシリーズ最大の落とし穴、これがベルベットパインじゃなかったら何色やねんみたいなが、しかしです。そこで書いてあったカラーの名前を見て僕は悟りました。この人たちは、ブレまくってると。こちらのカラーちなみに何と思いますか？え？それは、ワラビーズゴールドじゃないですか？そうです。はい、ですよ。今私 T シャツ着てますけど、本来は、はい。こうやって着るものですからね。はいはいはい、こういうことです。はい、そういうことですね。まあ、ちょっと違いますけど、はい、ワラビーズゴールドを意識してるんですよ、これ、はい、いいですね。で、こうやって試合しますよね、はい、これワラビーズゴールドじゃないですか、はい、これはワラビーズグリーン。正解今携帯やってるでしょ、はい、大至急0120にかけてもらっていいもんもうこれはクレームまでは言わないけど俺は怒るよ何だったんだと、今までのベルベットパインはどこへ行ったんだと、はいはい、こいつのカラーの名前はワラビーズグリーンです。いいですね、はい、これはワラビーズグリーン、はい、これはベルベットパイン、はいはい、一つだけ考えられるとすればですよ、はい、いいですか、試合で実際に着るものはワラビーズなんちゃらなんですよ、はい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 、試合中は、はいはい、人じゃないもん、ワラビーズあいつの、はい、だワラビーズゴールド、ワラビーズ、ワラビーズゴールド、ワラビーズグリーンなんです、はいはい、だから外に出た瞬間に彼らは一般人ですよ、普通の人です、はい、トレーニングしてるわけですよ、はい、優しい色に包まれてくださいね、ベルベットパイっていう、はいはい、もうそうとしか解釈のしようはないんですよ、この流れでね、え、ワラビーズグリーンみたいな、全部ワラビーズグリーンでええやんと思いたいわ、はい、違う、そこに最大の落とし穴があったっていうのだけ今日もそれだけ持って帰ってほしいわけ、はい、もうね、今日はもうそれだけ、なんか衝撃受けちゃってもうやる気が、ベルベットパインについてさ、俺みんなにこれから、ね、今日一日飲もうと思ったわけ、ベルベットで、はい、撮影してないじゃんって最後に、はい、これやろうぜって言って、はい、さあこちらのカラーはですねって言ってペッて見た瞬間のワラビーズグリーンって、もう絶望感何だったんだ今までみたいな、はい、まあまあちょっと時間の時、私アシックスの方にですね、これもう正式なクレームを入れていきたいと思ってますね。その結果はまたどっかの動画でですね、はい、ご紹介したいと思いますけども、いいです、いいです。このショーツ、とってもクオリティが高いショーツになってますので、でラグパンですか、これ。はい、これもただ、まあ、ほとんどの人履かないじゃん。はい。はい、で、もう一部の人向けては話してますけど、はい、大学生、高校生のショーツ。これは買った方がいいよ、うん、こう。みんなに自慢できるタイプ。これも量がちょっと少なめなんですよね。ぜひ早めに買ってください。今回はご紹介したのはこちらワラビーズのホームのレプリカショーツのご紹介でした。よろしければ見てみてください。